ろしおしご飯の時間ですよ。今日はですね、蔵前のラーメン屋さんやってまいりました。ぴょっと後で撮り直します。離れたところでやっておりますんで、ラーメン海さんです。一番豪華なやつ、メニュー正直言って知りません、ごめんなさい。一番豪華なやつで何かご飯合うかな、合いそうだなってやつについてがあればご飯つけて。熱いな、ちょっと待ってください、熱いわ。ご飯つけて、攻めていこうかなと思います。有名なね、めちゃめちゃ有名なお店らしいんで、めちゃめちゃ今日も楽しみですよ。行ってきます。
ありがとうございます。いただいてきました、全部乗ってる煮干しのつけ麺のやつでご飯つけていただきました。あのね、麺の上にチャーシューがね 3枚乗ってて、2つ同じ種類、1個違う種類で、2つ同じ種類のやつももちろん美味しかったんですけど、もう1個乗ってるやつがまた美味しかった。でそれだけじゃなくて、つけ汁っていうんですか、あのスープの中にもゴロゴロとしたの、結構なねサイズのゴロゴロとしたチャーシューたちがいい軍団が入っておりまして、非常に美味しかったですね。大満足です。蔵前ですね、ここら辺は蔵前の駅の近く、蔵前らへん、ラーメンの海さんです。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。